あのですね、荒波さん。愛というのは、いわば物体裏なんですよ。普通、舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ、愛を知ることで、知らないことが増えただけのことなんですよ。そっか。ずいぶん話し込んじゃったな。悪かったな、スクジ。一目ちまって。ああ、いいえ。私はいつだって、道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒木さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよな。いつも他人のツッコばかりを考えている荒木さんがそんな風に自分のツッコを押し付ける相手って多分私かせいぜいひろみさんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。あ、私がどうしようもなく困っていたらその時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。ですね、荒木さん。愛というのは、いわば物体裏なんですよ。普通、舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ、愛を知ることで、知らないことが増えただけのことなんですよ。そっとは、ずいぶん話し込んじゃったな。悪かったな、スクジ。一目ちまって。ああ、いえ。私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒木さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよな。いつも他人のツッコばかりを考えている荒木さんがそんな風に自分のツッコを押し付ける相手って多分私かせいぜいひろみさんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたらその時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。ですね、荒木さん。愛というのは、いわば物体裏なんですよ。普通、舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方が悪いことなんですよ。むしろ、愛を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっとは、ずいぶん話し込んじゃった。悪かったな、スクジ。一目ちまって。ああ、いいえ。私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒木さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよな。いつも他人のツッコばかりを考えている荒木さんがそんな風に自分のツッコを押し付ける相手って多分私かせいぜいひろみさんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたらその時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。ですね、荒木さん。愛というのは、いわば物体。